こんにちは、大谷陽子です。今回も質問コーナー行きたいと思います。ありがたいですね、質問がひたすらあるので私はひたすら喋り続けております。結構喋るの好きなので楽しく今回も答えていきたいと思います。ジャスミン茶を買ってきたのでちょいちょい飲みつついきたいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目、島の鈴鹿ロードレースに出たことありますか？ありません。ないんですよね。あんまり西の方行く機会がなくて、私関東か北海道か九州かみたいな、なんかこう飛び飛びなんですけれども、鈴鹿もいつか行ってみたいですね。はい、モテキンのエンデューロとか出たことあるんですけどね。次いきます。おすすめのサイコンはありますか？はい、おすすめのサイコンはこの間紹介をしました、パイオニアですね。パイオニアの、SGX-CA600 新しいやつですね。使ってみてるんですけど、いいですね。地図がいいですね。地図がいいし、電池の持ちも結構いい気がします。まだフルで使い切っていないので、今度フルで使い切ったらどれぐらい持つのかとかお伝えしたいなと思っております。まあ、なんかちょこちょこコメントいただいておりまして、電池の持ちはどうなんだとか、夏は画面はどうなんだとか聞かれるんですけども、まだ発売されて間もないので夏は分かりません。まあ、ただ今、見てる感触だと、カラーですし非常に見やすいし、バッテリーも今のところまだ切れるまでいってないので、持ちもそこそこ良さそうだなというふうに感じております。詳しいインプレをまた出していきたいと思います。はい、次です。こんにちは、いつも YouTube 楽しみにしています。質問です。減量が苦手なのですが、何か効果的な方法はありませんか？消費した分摂取すると変わらないのは分かるのですが、さほど食べ過ぎている気はしませんか？友人と比較するとコンビニ補給時の量が違います。自分の燃費が良いとお財布にも良くスリムになり良いこと尽くしに思います。何かアドバイスお願いします。 PM 先日ブルベ 200km を2日連続で完走し、計1万3000キロカロリー消費しましたが、体重が72キロと変わりませんでした。謎です。はい、ありがとうございます。なんで痩せたいのかな。はい、アドバイスが分かりません。食べる量を減らしたい、コンビニでかかる額を減らしたいっていうことなのかな。まず、食べ過ぎてる気はしないんだけれども、仲間と量が違うっていうけれど、よく自転車仲間で言う言葉として燃費がいい悪いっていうのはありますね。まあ、人は食べ過ぎれば太るし、食べる量を消費カロリーよりも減らしていけば痩せはしますけれども、人によって結構燃費って違うなって思います。特にこう代謝がこう糖質優位な感じの方とかだと、やっぱりちょこちょこ食べないとハンガーノックになりますし、逆になんかもうケトン体代謝っていうんですかね、なんか振り切っちゃってる感じの方とかだと、これしか補給しないんですかみたいな人もいますし、人と比べるのはなかなか難しいところではありますね。まあ、補給の量が、もし自分が必要以上に食べてるのだとしたら、コンビニで買うときに例えば A と B と C を買って全部食べて走り出してるんだとしたら、 A と B だけ食べて C はポケットに入れとくようにしたらどうでしょう。で、実際に走るエネルギーとしてとか、必要じゃないと思ったらそのままポケット入れとけばいいし、必要だな、やっぱ足んなかったわって思ったらその C も食べればいいんですよ。なんとなく食べてるのであれば、そういう風に自転車って途中で食べられるっていうのも結構なんだろう、こうスポーツとしては珍しいというか強みだと思うので、本当に食べる必要があるのか迷ったら、買っては見るけどとりあえず食べないっていうところで試してみて、必要なカロリー、まあ、必要なエネルギー量っていうのを、見出していくといいんじゃないかな。ちょっと食べ過ぎてるのかなとは思ったりします。はい。まあそんな感じで探ってみてください。ちなみに迷った時に買って食べないっていうのは和菓子とかあとソイジョイとか、そういうものがおすすめです。はい、次に行きたいと思います。私は手が小さく握力も弱く、ブレーキを強くかけることができなくてダウンヒルが怖くてたまりません。良い対策はないでしょうか？なんか怖いですね、心配ですね。女性なのかな、まあ、男性でも手がちっちゃい方がいるんですけれども、手がちっちゃくて握力が弱くてっていうことなんですけれども、一番の解決策はディスクブレーキかなとは思ったりはします。やっぱり効きいいですからね、ガツッと効きます。あの本当に握力がなくても握れればしっかり効くので、もしバイクを買い替えるとか買うっていう前提であればディスクを検討するのがいいかなと思います。あとはですね、私が思うになんですけれども、Q105 とか、女性とかでも最初安いモデルですよって言って買って、結構シマノの下の方の下位グレードの、ついてると結構このブレーキのところの握りが大きいんですよね。
そうすると女性の手だとこう握りきれなくてブレーキがうまくかけられないっていうことがあったりします。最近の105とかかなりちっちゃくなったんですけれども、最近のもので105以上のものにするとかなりそのブラケットの部分がちっちゃくなっているので、あの握りやすいと思います。あとは一応ブレーキ幅とかも調整はできるので、ショップでちょっと調整してもらって、あのこの距離を詰めてもらうといいんじゃないかなと思います。ダウンヒルが怖いっていうことはブレーキが全然かけきれていないんじゃないかなとは思いますので、ぜひぜひあのブレーキってその走る力以上にやっぱり止まれる力がないと走れないですからね。それ以上速く、早めに検討することをお勧めします。ディスクブレーキを考えるか、もしくはブラケット周りを、ちっちゃいものに変えたりとか制動力の強いものに変えるのか、意外と下位グレードのものだと効きが悪かったり、いや、大きかったりして怖い思いしてる方もいるので、他の方のものをちょっと握らせてもらったりして、検討してみるといいと思います。はい、次いきます。こんにちは。乗鞍センチュリーライドの受付が始まりましたが、今年はヨガレッスンはやらないのですか？はい、毎年参加しているんですけれども、今年は特に予定はございません。乗鞍センチュリーチャリティーライドというイベントがあります。シャインオンキッズさんという、まあ、小児がんのお子さんたちのこうメンタルケアをいろいろとしてくださっている NPO 法人さんなんですけれども、まあ、ファシリティドッグといってこう病院でこう長期入院を余儀なくされているお子さんたちのこう心理緩和ケアのためにこうワンちゃんが、その病院にこう常時滞在していたりとか、あとは、お子さんたちが自分の治療を受けた時にこうやっぱ痛いのって嫌じゃないですか。でその記憶をこう否定したり、自分の人生を否定するんじゃなくって、受けた治療をこうビーズを紡ぐことで、なんか、あ、僕はこんな風に頑張ってきたんだっていう風に自己肯定をしたり、自分を振り返れるようにするっていう、ビーズですね、チームビーズ、その中のチームビーズオブカレッジという活動があります。でどういう活動かっていうと、こう腕に、かわいいトンボ玉のビーズを2個つけて、イベントとかレースとか、まあ、ご自身が、まあ、試験とかでもいいんですけど頑張るぞっていう時につけるんですよ。でそのつけたビーズを、持って走ったりとか、いろんなものにチャレンジして、でぜひその気持ちとかパワーを込めて、そのビーズのうちの一つをその小児がんの子どもたちがいざ例えば手術とか、まあ、年に 1,2 回すごく頑張るぞっていう時に、こういろいろあるそのビーズの中から選んでもらって、僕は一番頑張った時にこれをっていう風にこう通す、その治療の中のビーズの中の一つとして使ってもらうっていう制度がありまして、それのチャリティーのイベントです。なので寄付金とかも含まれているイベントです。160キロ 4000m アップというあの非常に走りごたえがあるコースで、あの朝一で乗鞍岳を越えて、そこから岐阜側に下っていっぱいアップダウンして最後帰ってくるっていう、満足感 120% の、 あのヒルクライムのこうロングライドイベントですので、あの興味がある方はぜひぜひ行ってみてください。はい、概要欄にリンクがちょっと見つかれば貼っとこうかなと思います。はい、はい、ではこんなところにしておきましょうか。はい、まあ、春になったのでね、いろいろと皆さん体重が気になったり、イベントが気になったりしてるのかなと思いますが、まあ、楽しい時期ですよね。はい、いろいろ調べたり、して準備をして、自転車乗るのに向いてる季節ですので、お互いに自転車楽しみたいですね。はい、ということで、今回の投稿、まあ、質問コーナーですかね、いいなと思いましたらぜひグッドボタン、あとチャンネル登録をしていただけると幸いです。まだまだバシバシ、お答えさせていただきたいと思っております。では以上です。